大津都市を大津都市を10月26日から1958年12月27日は第15代にして最後のカラフト町長官。現在の福岡県柳川市生まれ。福岡県立中学伝習館第5高等学校を経て、1918年東京帝国大学法学部を卒業した。1916年軍部に副祉小院の位で、 陸軍主計少尉となった。1919年大阪府林務部に入り、部長まで務めた。1928年から30年まで内務省に、入省、警視庁警務部長、1931年から35年まで、長崎県内務部長、1935年から1936年は、神奈川県経済部長、1936年には、 満州国信教師の民政部総務部長。1938年から1941年に関東局総長に就任。1941年病を得て東京に戻った。その後1942年に埼玉県知事に任命された。1943年7月、唐太町長官に就任。当時の日本は戦時中で北。 カラフトを統治するソ連は、開戦前から、警戒対象であった。戦争が避けられないとわかると家族を本土に返し、自身はカラフトに泊まった。1945年8月9日のソ連対日産戦後、カラフトの戦いが起きると、8月24日に、豊原氏がソ連軍に占領されるまで、カラフト住民の内地への疎開に尽力した。赤軍到着と同時に、 自宅軟禁となったが、9月23日のソ連の会議の決定で、第二極東方面軍司令官 MA プルカー F と民政局長官 D クリューコフが大津に命令を、布告し、大津は事故の名前で布告することになった。すなわち、日本の行政機関が存続したわけであるが、占領軍と住民の人数の差などが関係している。国民経済のあらゆる面で条例が制定された。 1945年12月30日、大津は南サハリンナイム人民委員部全権の決定で逮捕され、ハバルフスクに送られた。ハバルフスク裁判を経て抑留された。抑留地は主にハバルフスクだった。全国カラフト連盟が入手したソ連の捜査記録によると、降伏後に6万3千人を日本本土へ避難させた公文書を焼却したカラフトの情報を 日本政府に電報で伝えたといった日本の行政官として遂行した職務の内容がソ連の反革命罪の一つであるブルジョワ活動法助とみなされて訴追された。そして部下8人もシベリアに抑留され、うち1人が死亡した。1950年に帰国。日本では大工業企業の幹部となったが元カラフト住民で組織する全国カラフト連盟の 会長も務めた。1956年の日ソ共同宣言に関して、国会で全国カラフト連盟を代表して意見を述べている。1958年12月27日、新不全のため死去。去年65、南サハリン民政局長ディークリューコフは1945年9月26日、大津敏夫に対し5日間の期限を付け指示した。 サベリエバ、2015、122サベリエバ、2015、122サベリエバ、2015、27ソ連翼重版、革命罪の内幕、6万日本人を非難罪に、カラフト長官の捜査記録入手全国連盟、読売新聞長官2017年4月23日、サベリエバ、2015、28サベリエバ、2015、30、 ありがとうございます。